はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックでーす。じゃあね、サイレン実況ということで、ここはトイックがね、サイレンでシスに一番プレイしてほしかったと言っていたステージですね。まあ一番というか、うん、2、3個やってもらいたかったステージ。ああ、そうなんだ。そのうちの一つがここっていう新キャラかな、レイコー先生、レイコーさん、わかんないな、小学校だよね、うん、初めてだね。先生、ハルミ怖いよ、みんなどうしちゃったの？大丈夫よ。もう少ししたら校長先生が助けに来てくれるから、それまで頑張りましょう。え、絶対校長先生悪者やん。ひでえ。あ、校長先生来た。そういう感じか。これ武器持ってなさそうだな。なんだこれ。はるみちゃんと学校から出ましょう。なるほどね。そういうこと。これす。ライトがあって、ちょっとまずね、こういうのマップを見ましょう。ここがスタート地点ですと。わー、あれ、階段とかあるから、もしかしてあれか、下の階とかに行くのかな。あ、ほら、真ん中下ぐらいに書いてあるでしょ。はしご2階、あ、そっち。いや、でも待てよ、はしごがあるってことは図書室いるだろ。5、6、予備教室、倉庫。これどうやってはしご行くんだ？これ遠いのか？ちょっと遠いな。とりあえずじゃあ階段を目指すか。1階に行った方が多分いいよね。上に行ったらね、出れないからね。まず、はしごがどこかに行かないといけないから。いや、待て、今1年2組に入ってっただろう。今この部屋に入ってきたな。このまま行くと大丈夫か。1年2組、え、今1年2組って書いてなかった？ああ、行ってきた。違う、1、2年って書いてあるんだ。ああ、ちょっと山を越えたから背足りないんだろうな。わからんぞ、さっきのやつがいない。とりあえず、はるみちゃんどこいるんだ？あ、いた。なんかこの辺になんかさ、ありそうじゃない？そもそも。キーアイテムが。図書室だからな。本ならあるかもしれないな。まずこの辺でキーアイテムを探しつつ。ないな。え、なんかここ扉出れなくなってない？出られなくなってんな。なんもないな。いきなり多分この部屋開けられることはないと思うから。この部屋を探索してアーカイブを見つけつつ、ないな。今回でもはるみちゃん置いてったらな、先生だけ逃げたらさすがに怒られる気がするから、来い。で、ここ出たところに多分銃がいるんだよな。あ、なんかいる。1、2年体育館の横？え、これマジ出たとこじゃないの？じゃあとりあえず扉開けてみたら。ちょっと待ってよ。1、2年って書いてあるでしょ。2階の地図に1、2年ってある。あ、ここ5、6年か。そこ5、6年だよ。そういうことか。ってことはここはまだセーフなんだ。なるほどね。じゃあとりあえず水は出ない。なるほどね。水出てもきっと赤いだろうからな。うわ、それやだな。で、ここがさっきの、あ、全部鍵かかってんな。うわ、なんかはるみちゃんが怖えもん、まずはるみちゃん怖いとか言うな。あれ、この階もしかしていないんじゃないのか、シビト。いない。あ、非常ベルがある。これ多分押せるかどうか確認するか。シビト寄せる系かな。あ、押せるなこれ。押してみる。まだ早いだろう。え、なんかあそこにいない。
ちょっと待って待って待って、いるぞ、ため息が、いるぞ、ここ図書室だよな、ちょっと待って、ん、そこ図書室か、そう、位置的に予備教室じゃなかった、いや、予備教室こっちだぞ、ここだ、入ってここが予備教室、閉めとくか、オッケー、ここが予備教室で、うん、鍵欲しいな、鍵、あ、そうか、こっちから回り込むのか、なるほどね、お、なんかありそうじゃない、あ、隠れることができそう、掃除用具、はるみちゃん隠してみようか、なんか見つけてくれるかな、ほら、隠れろ、どうだな、隠れるってあるな、先生押しのけた、なんもない。やばいぞ、これ先生だけ行っちゃうやつだな。おいで。まあ、その中にいる間なら安全ってことなんじゃない。まあそういうことだろうね。先生は隠れない。先生は隠れないね。で、さっき叩いてたやつがいるから、こっちから回り込もうか。で、ここにも隠れられるんじゃない？いっぱい緊急避難所があるな。結構あるな、これ追っかけられるってことかな、この下とかにも隠れられるんじゃない、鍵とかないな、ないか、ちょ待って待って、さっき叩いてたやつがいたじゃん、あれ多分ね、うん、後ろ向いてないからゆっくり歩きゃ大丈夫なんじゃないかな、これか、はるみちゃん泣いてたな今、おおえちょ待って、やばいやばいやばい、じゃあここ、え、違う、はるみちゃんがやばい、あ、隠れろが来ない、うん、バレてるからじゃん、あ、おい、終わった、え、いた今、ちょ多分あれじゃない、扉開けた音で気づかれたんじゃない？え、ちょっと待って待って待って、むずいぞ、ちょっと待って、ここから漕いで漕いで開けて開けて、扉開けない方がいいんじゃないの、まあ、こんな非常時なのになんか思いっきりガラッて開けるからな先生、ゆっくりゆっくり、メタルギアだ、いけるいける、まだバレてない、あ、いけんじゃんいけんじゃんいけんじゃん、まあ、警備してるわけじゃないからザルだな、よしよし、階段を、ここ1、2年だから、多分5、6年でしょ、下3、4年だと思うから、うん、これどこだ、いやでも1、2年から見えてんの俺ら、下1、2年なのか、左は1、2年、え、はるみちゃん泣いとる、はるみちゃん怖っちょっと今、裏側が見えた、え、ちょっと待って、わからん、わからん、どうする、行くのか、待って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 、危ねえ、バレてなかったんじゃないか、え、あれ誰、これか、下1、2年ってことか、1階のマップになっただろ、これで、うん、変わったな、1階のマップで、手前がトイレで、はしご行きたいけどな、きっと無理なんだろうな、3、4年、1、2年か、ここの前に10の人がいるんだ、倉庫か、倉庫行きてえな、今だったら多分倉庫行けんだろう、行くか、
バカバカバカ、鍵鍵戻ってくんぞ、戻ってくんぞ、戻ってくる。あ、トイレに書き込んだ。おお、入れるじゃん。え、あ、びっくりした。隠れろ、隠れろ。アルミちゃんどこだ。ん、あれ、アルミ、アルミちゃん、おらん。アルミちゃんは、おお。そうなんだ。怖えよ、はるみちゃん。ちょっとびっくりした。なんもないぞ。あれ、手がかりがないな。とりあえず、はるみちゃん隠して、なんかやった方がいいのかな。探索する。お、こっち女子便所か。やべ、やばい、やばい。あれ、見つかるか、見つかるか、見つかるのか。左を見た。こ、来んなよ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 。階段見て、トイレの中に、はい、来んなよ。トイレの中には、く、こ、な、い、来ない。怖え。来ないよね。あ、隣男子弁か。男子弁の方に行ってみるか。隣男子弁。いやいやいや、バカなのか。来んのかよ。あ、ちょ、もうこれ、え、これはもう隠れる。隠れるの遅いだろ、それ。隠れらんねえし。いや、しかもその隠れろって、はるみちゃん用コマンドだろ。あははは。あ、もうバレてる、バレてる。死んだ。スイーってトイレに引き込まれたけど。なんかそれ微妙にスライドしてった。ああ、ていうかあれさ、ジャックしてる間にトイレに隠れてればよかったんじゃない。確かに。じゃあどうする、トイレまで行く。とりあえずトイレまで行くか。で、今だ、今だ、今だ。今で、今で、ここでしょ。入った。入った。閉める。お、閉める。オッケー。で、今ここだから、このまま1、2年の教室の奥から出て、うん。そのまま職員室だ。ここだ。わかった。じゃあ、まず隣に移動か。なんかすんげえうめき声聞こえたんだけど。え、なんか、やばい気がする。なんかね、今コントローラーが震えたんだけど。壁挟んだ向こう側ぐらい。あ、もうなんで来んのかよ、来んのかよ。やべえ、やべえ。来い。めっちゃ殴られてる。え、くっそー、一気に駆け抜けるで、え、え、あくしゃ、あくしゃ、最悪だ、そんなことしてる。あ、見つかった。もうもうもうやだよ、なんだよ。ちょ、待って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 、はるみちゃん逃げて、はるみちゃん逃げて、はるみちゃん走って、はる、職員室まで走れ。やーべ。あ、間違えた、間違えた。お、ぶつかった。あまりぶつかった。ここ、職員室。よし、おー、入った。イベントだ。すげえ、走った。あっぶねえ。これ、何か道具さえあれば。あ、なるほどね。窓から出ようと。先生、これを壊す道具取りに行ってくる。だから、はるみちゃんはここで待っててね。すぐに先生戻ってくるから。ね。うん。はるみ、待ってる。って言ってる後ろから死人がふわーってくんじゃない。大丈夫、大丈夫。今リセットされた。あ、どうなんだ、されてるっぽいな。ジャックしといた方がいいんじゃない。あの、普通に巡回してたな。
どうした？何を見てる？次の小目標何だった？またか。また見てないのか。あれ、次の小目標何だったかな？道具、多分壊す道具を探せとかじゃねえのかな？うん。お、アーカイブ追加されました。おう、カラー写真じゃん。ほら、優しい校長先生だって。絶対優しくない校長先生になってんじゃん、もうこれ。なんでこと言うんだよ。ちょっと真ん中のハゲてて、笑顔がキラッとしたいい先生だって。絶対死人になってんじゃん、もう。校長先生と。校長先生殺すなよ。校長先生とバトルすることなんだ、これ。行くとこねえ。読まないから。先生かわいそう。体育館か。体育館だ。体育館か。ここか。オッケー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 。サクッと行ってくるわ。マジで簡単に行っちゃう。さ、でした。銃持ってる人がいいんだけど、体育館の前に。いるな。お、非常ベル鳴らした。こいつ動かねえ。リボルファー動かねえ。何が変わったし。こいつも別になんかなってる。うるさい、うるさいよ。何やんだ。何も変わらん。ちょっと突破してみるか。鍵を開ける。鍵がないと開けられない。ふわふわふわ。あ、二発スルーした。さあどうする？鍵か鍵か。ちょっと待って、鍵ね。お？なんだこれ。ろうそくが燃やされた後。なんか儀式やってんだろ絶対。怖えな。なんかここはなんかあるよ。生のやっぱ逆バージョンだ。あ、お知らせだって。鍵の位置お知らせしてくれないから。まあ冷静に考えて体育館の鍵がどこにあるかだよね。え、でもこれ見つからなかった。バレちゃいけないやつに見つかったな。戻ってきた。ここに入ってくるの見られたんじゃね。来ない。閉めとくか。体育館の鍵ってさ、この辺に下げたんじゃねえの普通。アルミちゃんめっちゃ泣いてる。体育館の鍵だろ。あ、なんか視点変わった。ロッカーなら壊しそうなもの一つぐらいあった。あった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 。あったあったのに行けない。よし、これだろう。お、体育館の鍵。先生、何したの。体育館の鍵をゲットしたんだよ。で、つけたな。体育館へゴー。あれ、なんでリボルバー。今リボルバーいなかったな。なんか笑ってるんですけど。入った。
なんで今リボルバーいなかったの？どこ別の場所行ってんじゃね。入ったね。なんとか入ったら。あ、でも鍵がある、ここにも。また鍵か。鍵を開ける。マジか。なんかないかな。窓が割れて、ジャリジャリってんな。なんかないかな。こっちか。そっちかな。あ、リボルバーさんが違うとこいる。わからんぞ。とりあえず開けてみるか。開けるか。ん？開かないぞ。飛び出じゃないところに。こいついるんだけど、どこにいるのかわかんないんだよな。真っ暗すぎてよくわからん。ライトつけてみるか。やばい、やばい、なんか見つかった。やべえ、吠えてる吠えてる。一回隠れる。なんか、あ、ウェディングだこれ。2階にいんのか。体育倉庫まで行けばいいのかな。地下倉庫入り口か。もうもう突破した。あれこの、あれ俺はどこに行ったんだ。ふん、ん、ここどこだ、ここどこだ。どこ走ってるんだ一体。わからん。なんで登ったり降りたりしてるんだ。おおお、おっしゃ、バールのようなものゲットした。あ、待て、いや、バールのようなものっていうか、バールそのものだろ。やった。お、持ってる。よし、素振りオッケー。脳筋になった。あれ？これどこだ？わからんぞ。お！先生！助けて！先生！やべえやつや！早く来て！急ごう急ごう。はるみちゃんがやばい。え、なに？またイベント？あ、え、校長先生じゃないですか。校長先生、いい笑顔してた。立ち向かいに行った。オッケー。あ、すげえ。倒した、下げた。あ、鍵ゲット。優しい校長先生撲殺した。よし、拾う。あ、あそこの錠前じゃないですか。ここの、あ、ここか。期間かかる。あれ、ここどこだ。俺が思ったのと違うぞ。ん、ここ開けようと思ったんだけど。あ、閉められてたのか今、先生に。そう、校長先生、律儀な人だからね。で、はるみちゃんがやばい。はるみちゃんのところにはどう、もう、はるみちゃんいないんじゃねえのか。うわ、はるみちゃんおらん。はるみちゃんどこよ。やばいな、はるみちゃん探しに行かないと。ちょ、待て。ここは一旦冷静になった方がいいな。
え、来たよ。え、校長先生来たよ。校長先生、なんで校長先生いんの。校長先生、復活早いから。校長先生、校長しね、校長しね。あぶねえ。ちょっともうさ、もうここ壊して逃げようよ、俺だけでいいからさ。どういうこと言うんだ。え、マジか、わからんぞ。鍵落としてねえの、もう一個。もう一個鍵くれよ、もう一個鍵。めっちゃ丸まってんな。はるみちゃん。やばいのにバレたぞ。あ、もう一人バレた。超吠えてる。やばい、連打音が聞こえる。おし、はるみちゃん、おいで。はるみちゃん、おいで。はるみちゃん、おいで。はるみちゃん、なかなか見つからない。はるみちゃん、男子便所はまずいんじゃないですかね。まさかの男子便所、入ってるし。あれ？あれ、まさか校長先生じゃないですか？校長先生元気だな。ガラボンだ。校長先生、早い。ここ行きてぇな。でもそこ鍵がかかってるからな。鍵がないと入れんぞ。てかリボルバーがなんか教室の中に移動してくれて助かったな。普通廊下にいるキャラなんだけどな。積んだ。積んでない、積んでない。ちゃんと探し行こう。やばい、校長先生起きてる。え、校長先生無視。やばい、挟まれた。はい、やばい、フルポッコリ。くそ。バレちゃいけないのにまたバレた。すごいとこに隠れてんな。超近いぞ。見失った、あいつ見失った。あいつ見失ったぞ。バレた、バレた。というわけでね、はるみちゃんが見つからないので、いやというわけでね、はるみちゃんが見つからないので、なんで？どうした？とりあえず、はるみちゃんが見つからないので、今回はここまでします。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。